数学を得意になるために基本的なことをしっかりとマスターするまあこれ大事なことですね。人間ととしても立派なことって言えるでしょうで多くの人が数学の初歩的な部分例えば展開とか因数分解そこまで一生懸命頑張っているのでそれについて懐かしい思い出持っている人もいるかもしれませんあるいは悔しい思い出になっている人もいるかもしれません。数学的に見るとどうなのか というお話をちょっとしたいと思いますね。展開とか因数分解、何のためにやるかということですね。で、そのことはですね、本質的にはどういうことかって言いますと、一般に文字式というのは、掛け算に関しては省略してかけるという記号を省いている。足すという記号を省かないというルールがありまして、例えば a×b、A かける B プラス C とこう書いたらば、これは a×b。 プラス C という意味で、さらに言えばですね、ここのところにはまあ見えない括弧があるうこういうルールがあるわけですね。えー、A×A×Bc。こういうふうに表せば、ここのところにはやはり見えない格これがあって、ここに掛け算の基本を省かれている。こういうルールがあると。 このルール、かけるは省いて、プラスマイナスは省かないといまあ勝手なルールですね。しかし何百年も続いてきたルールなので、皆さんが勝手に変えるわけにいかない。まあ皆さんが近代数学の創始者のような、そういう時代に生きていて、こんな記号は消しからんと言えば、もっと違うルールができたと思いますが、残念ながら我々は、ああもうこういう記号法が確立した時代に生きています。そして、 この記号法を用いたときに唯一あまりうまく書けないものがですね A プラス B っていうのと C プラス D これはまあそれぞれ省けないわけですがこの全体を書けるこの書けるという記号を書かなくてもこういう記号は使えるっていうことですねで何もなくてもここに書けるという記号は省かれている その省かれているというのをちゃんと理解して計算処理しなければいけない。で、特に有名なのは C と D が、あ、A プラス B。こういうふうに前と同じようになってるって。こういうやつです。で、これは、あ計算の規則によりまして、 しばしば私たちは A プラス B の事情っていうふうに表すわけですけれども A プラス B かける A プラス B だからですねこういうふうに表すのは A かける A を A の事情と表すのと同じ意味ですまあまあ A プラス B のままでもいいじゃないかって言えば A プラス B のままでもいいんですけど、えー、かけるというのがそのまま残っているよりは全部 できるだけですねまあ言ってみれば最小単位和の形に表したいっていうことがあってまあこれはあの昔から言われていることですけども例えば A の長さの正方形と B の長さの正方形こうくっつけてやった時に一辺が A プラス B の長さの正方形になっているわけでこの正方形の面積っていうのを計算するときに。 これを4つの長方形あるいは正方形と2つの正方形と2つの長方形の面積の和として表すという表し方ありますね。でそれがいわゆる展開というやつでありましてそれが A の事情というのと B の事情ってこれが正方形の部分ですねそしてそのほかに長方形2つ分でこれ 2AB ってなるわけです。でこれが展開といわれる計算なんですがこれとこれ全く同じものですから展開したからといって特に それ自身が嬉しいわけじゃないんですね。で、こういう計算のトレーニングずいぶん済まされますけど、所詮展開の計算はまあくだらないといえばくだらない。まあ、えー、平べったい形に山をななんつうんすかね、な、えー、らすそういう,ようなものでありまして、でこれは別にあの公式として覚えていなくても a プラス b、a プラス b こう書いてこれが本当は掛け算ですが、こうこういう風うに分配法則っていうのを使ってやれば。 公式を覚えててなななくてもでできる展開は機械的な計算に過ぎないわけですしかししかるにですねこれがイコールである以上左辺を右辺にするこれが <laughs> 展開という言葉であるとするとこの右辺を左辺に直すこういう変形もこれイコールなんだからできるはずですよね。 でこのイコールっていう形に直すこの逆の形右辺を左辺の形に直すのを因数分解っていうふうに言うわけです。で皆さんにとって一番不思議なのは因数分解って何のためせっかく平たい形にしたのに平たい形にしたのまた山に盛り上げて何が面白いんだと思いますよね。でその皆さんの疑問は極めて当然です。 私も子供の頃因数分解って何のためと思いました因数分解の技巧はとても面白いなんか発見的な技巧で子供の楽しみですよねでもそんな楽しみにふけてていいのかってちょっと思いましたよねでこれからこの因数分解とは何のためなのかっていう話をちょっとしたいと思いますが、えー、ちなみに展開のことは英語で expand って言います expand っていうのは広げるっていうことです 私がアメリカの国際会議で面白くて冗談として面白いあのプレゼンテーションを見たんですが、展開するって英語でエクスパンドって言うんだけど、エクスパンドって言って数学でですね、展開しろって言って意味がない。エクスパンドって大きくする、大きくする、大きくするってだけじゃないかで、そんなものはその中学生にとってですね、何とか全然わかんない言葉だという講演があって、なるほど、日本語の展開の方がまだいいかなと思ったんですけど、展開だって まあ日常語としての展開議論を展開するとかってそういうのとなんか式を展開してちょっと意味が違いますからあんまりピンとこないところはありますけどでもまあ展開は分配法則の応用にすぎない平べったくする話だでじゃあ因数分解何のためなのか実はですね、うん、因数分解というのには、まあ、教育的にはいろんな意味があるえーえー、そのまあクイズに親しむ という意味でですね、小中学生ある,いはあるいは中学高校生の楽しみとしては面白いと思いますが、数学で理論的には何をうどういう面白さがあるかというと、整数における素因数分解と本質的に同じなんですね。整数だと例えばああ二十四というのは二かける二かける二かける三でこれは まあ2の3乗かける3とこういうふうにう素因数分解されますね。で素因数分解することによって何が嬉しいことがあるか例えば36というのはやっぱりか <laughs> かかけけける3かけるるつまり2の2乗かける3の次乗こういうふうに素因数分解される素因数分解されることによって2436がこう素因数分解されていたら24と36のの 最大公約数とか最小公倍数っていうのを簡単に求める。そういう方法があるんですね。そういう数分ができるとすごい強力な武器でありまして。で、最小公倍数とか最大公約数が計算できると何が嬉しいか。十四分の一プラス十六分の一難しい計算ですよね。こう、通分とか。で、こういうのがですね、実はこれは通分するときに、これは2の3乗かける3の二乗分の1。これは通分。うん 共通の分母にしてやればいいでそうするときに24に関しては3が1個足りない36に関してはあ2が1個足りないでこういうわけで、ね、答えは2の3乗かける3の乗分の5だとこういうふうに求められる分数の計算ができるっていうのが嬉しいことですね一つでもそれはたった一つでしかありません正式の場合の因数分解というのの最大の実践的な意味 は皆さんがあ習っている方程式皆さんは一次方程式 AX プラス B イコール0これをもうすでにも学んでいるでしょうで皆さんの中には AX 乗プラス BX プラス C イコール02次方程式をご存知の人もいるでしょう2次方程式はなぜ解けるんでしょうか皆さんは解の公式があるからそういうふうに答えるかもしれません ででもなぜ解の公式は正ししいんでしょうか実は解の公式が正しいのはこの式の左辺が因数分解されるからなんですねこの式の式左辺が実はス分分の、B、B 分のプラルルーートトっていう。B こういういうに因数分解することができることきの因数分解はすごく難しいですから高校2年生になるまでは出てきませんですから中学校で二次方程式を習ったばかりの時にはこんな因数分解夢にも思わないかもしれませんが実は二次方程式を解くために因数分解が理論的に基本的に大前提になっているってどういうことかっていうと例えば x 事乗イコール α 事乗っていう こういう方程式だったならば x の二乗マイナスアルファ二乗イコールゼロってアルファ事乗移行してで左辺を因数分解してでここで面白いのはかけたものがゼロという条件は実は少なくとも一方がゼロという条件と同値であるってこういうことが使われてるんですね。かけたものがゼロならどっちから少なくとも一方がロだ この性質がなぜ成り立つかっていうのは高校生の範囲ではとても証明できない難しい定理です。で、これはまあ大学に行ってま、ま、まで待ってもらわなきゃならないんですが、ここのところでその性質が使われている。で、この性質のゆえに二次方程式は因数分解できれば一次方程式に帰着できるということが言える。そうするともう皆さんがまだあまり習ってない 三次方程式とか四次方程式 AX3 乗プラス BX の次乗プラス CX プラス D イコール0あるいは AX の4乗プラス BX の3乗プラス CX の次乗プラス DX プラス E イコール0あるいは AX の5乗プラス BX の4乗プラス CX の3乗プラス DX の次乗プラス EX プラス F イコール0 これ三次方程式四次方程式五次方程式でありますが三次方程式だって因数分解できれば解ける四次方程式だって因数分解できれば解ける五次方程式だって因数分解できれば解けるというわけですね。で一般に有名なカール・フリードリヒ・ガウスっていう大天才の数学者が全ての n 次の多項式は必ず因数分解できるっていう。 大定理を証明したんですね。これ大数学の基本定理って言うんです。だから5次方程式だって因数分解すれば解くことができる。そして因数分解はできるはずなの。しかしながら、これがまた面白い点ですが、5次以上の方程式に関しては、因数分解を人間が知ることはできないということも証明されてるんですね。で先ほどのガウスの定理と、えー、えアーベル・ガロアの定理という、今、さ 最後に述べた定理くっつけると5次以上の方程式は神様解があることを知っているしかし人間はその解を知ることができないでそういうことですまあそういう話が因数分解の話のずっと先にあるわけです。どうですか因数分解ってなかなか楽しい世界だと思いませんか